お疲れ様ですあの子供の頃の思い出あの小学生時代の僕ちょっと頭がちょっと変だったのかなってあのー、何でも拾ってくる子だったんだよね何でも拾うとかさあとはあのーまあ、そこら辺に生えてるものとかを食べちゃうほらあのー、何 <laughs> あの蜜をチュッとか吸うじゃんそういうのとかあと木の実とかもなんか食べてみたくなっちゃうんだよねそういうちょっとねあの今思うとなんか危ない子だなって思うんだけど そう小学校低学年ぐらいの頃だったと思うんだけどまあ多分俺1人じゃなかったと思うんだな友達と友達と一緒にさ学校しかもあれ学校行く時だよな、ね、帰る時じゃなくてそんなことないかな前友達と一緒になんか知んないけどその段ボールの中にジュースがいっぱい入ってるのを見つけたわけあジュースだと思って缶,缶に入ってるのそんであのー やったーと思ってバカだから賞味期限とか普通今だったら怖いと思うんだけどやったジュースだ飲もうと思ってこうプルトップだよなカシャッと開けて飲んだんだよこうやって食ってそしたらウェーだよ絶対ジュースじゃないのなんだこれつってそんでなんかこうなんかトポトポって出してみたらピンク色の水だったでまあその時は別になんだろうな絶対これは飲み物じゃないってことは分かったからいいんだけど あのー、多分車のなんかオイルとか,なんかそういうのだよね、きっとそれがなんかそのカンカラに入ってて文字とかも全然読めないわけじゃんそんな,なんか横文字のそういうのとかもだから、あのー、そういうのを間違えて飲んじゃったなと思って、まあ、今にして思うと多分ジュースじゃなかったそういうのだったんだろうなって思うんだけどただ、それ以降本当に、あのー、そこら辺に落ちてるものとか,そういうなんか生えてるものとかを食べるようなことはなくなったと思うね。 だからあれは人間的成長だと思う。うん。あのみんなも絶対真似しちゃダメだよ。はい。ということでした。では。